こんなコメント来てた。お客さんにやられて悲しかったことって何ですか？直樹です。ちょっと一息つきましょう。なんだろう。あ、でも思い当たるので言えば、かなり昔に 3D ラテアートを頼んでくれた女性のお客さんがいて、そのお客さんに 3D の泡が少し緩いって言われたことはあるかな。もちろん失敗なんてしてないし、なんならいつもよりうまくできたはずなんだけどね。その子お母さんと一緒に来てて、帰るときすごくお母さん謝ってたから、普段からそういうことよく言う子なのかな。まあでもそれ以外思い当たることはないかな。すぐ混ぜる方ももちろんいるけど、それは悲しいなんて思わないし、むしろすぐ飲まないとどんどん冷めちゃうからね。出来上がったらお客様の自由。あーでも飲まずに帰る人はちょっと悲しいかな。みんな喜んでくれる人ばかりで、その笑顔がモチベーションになってます。ありがとう。